天満飛行場代替施設建設工事において、よく皆さん、我々と皆さんの見解の違いで、皆さん、新基地、新基地ということで、皆さんはそういうことしかおっしゃいません。それはなぜですかというと、この間、基地強化機能に当たるということを知事公室をよくおっしゃっております。これを普天間飛行場代替施設の強化機能というのはですね、今、普天間と辺野古を比べた場合、例えば面積、滑走路、設備、外来機能、飛来、これ、どのようにどう変わりますか。お答えください。まず普天間飛行場の面積が476ヘクタールから埋め立て面積として150ヘクタールになるということです。で、配備する航空機については現在が MV22 オスプレイと CH53、UH1、KC130 等からこの KC130 の輸送機が使わなくなるということでございます。で、滑走路の延長が2740メートルで、滑走路の総延長は1200メートルなんですけれども、オーバーラン含めて1800メートルになるということでございます。で、その他機能としまして、滑走路、着陸帯、誘導路、駐機場なのに対して辺野古の場合は滑走路が2本になるということで、着陸帯、誘導路、駐機場、燃料桟橋、弾薬搭載エリア、継戦機能を有する護岸等が作られるということでございます。はい、そうなった場合、今機能がですね、ご質問、機能が強化される、強化されない部分は何対何になります？まあ、それぞれの機能がございますので、一概に何対何というふうに言うのは難しいかというふうに考えております。ご質問、とても簡単ですよ。面積が480から150になることによって、これは誰が見ても機能は落ちますよね。そして滑走路が2750メートルから1500メートルになる、これも確実に機能が落ちる。他にどういったのがあります？先ほどの、ご説明では、使用する固定機が KC130 が使われなくなるということで、逆にその主な機能として燃料桟橋、弾薬搭載エリア、継戦機能を有する護岸というのは付加されるということになります。はい、ですからこういうのを全てやった場合には、機能されるところは何箇所ある、機能されないところは何箇所ある、どうなります？例えば面積は小さくなるとか、その滑走路の幅は2本にはなる、その代わり滑走路の延長は短くなるという、それぞれはある、分かるんですけど、それを何対何というのはやはり難しいのかなというふうに考えております。次、今、滑走路が2本ということで、大きな誤解を招いております。これは安全上の問題です。普天間飛行場の現在の活用の仕方と辺野古の活用の仕方、滑走路を日本になった場合、安全上どのように何かどう変化します？防衛省の説明によりますと、移設後ですね、滑走路は V 字型になるということにより、離陸着陸のいずれの飛行経路も海上になるという説明がございます。以上です。ただそれだけですか？現場は全然見たことないですね。高知省、やはり担当であるかね、普天間の飛行場の場所も見る、辺野古も見る、それを見てやらないと、皆さん機能機能と言ってますが、今日はですね、正直言って私がっかりしておりますよ。それも全然把握せずにやっていたのかというと、皆さん V 字滑走路になることによって、海上から離発着をする、市街地の離発着はほぼゼロになるんですよ。そしてオスプレイ、ヘリコプターの常習経路、これも海上を飛ぶ、これもほぼゼロになるんですよ。そして騒音被害、距離的にかなり離れている、これもかなり小さくなる。ですから危険性の除去に関して一日も早くということは、これが大きな理念ですよ。皆さんはいらぬへりくつをつけて、辺野古新基地、新基地も全然新基地でもないですよ。こういう大事な趣旨があるということを今まで分からずに、皆さんそんなことをおっしゃってたんですか。ちょっとがっかりですよ。この程度、今のことも分かるようじゃないと、辺野古と普天間の違いなのか、しっかり明確に分からずに言うこと自体、これ皆さん、いかに間違えた情報、正しい情報を県民に流してないかという証なんですよ。はっきり言って。ですから県民は誤解をしてしまうんですよ。やはり正しい情報を流してください。
そしてもう最後にですがですね、私はこう言いたい。玉城県政は普天間返還はかなり時間を要し、当分はありえないとの姿勢であると同時に、返還移設の趣旨は一日も早い危険性の除去が原点でありましたが、今では原点がすり替わり、一日も早い返還を拒んでいるようにしか私には理解できません。これもさっき聞いてみても全くそのことだと思いますよ。皆様方がどう取るかは自由です。ある情報筋によると、返還は予想よりも早くなる可能性が大であります。私たちが考えているのとは全然違います。そこで皆様方が取り組んでいる返還跡地利用計画について、県の推進状況について伺います。まず基地行政の整理縮小を訴えている返還跡地の具体的な開発計画等についての進捗状況について伺います。県では嘉手納飛行場より南の中流軍用地の跡地利用について、平成25年1月に中南部都市圏中流軍用地跡地利用広域構想を策定し、関係市町村と連携して効果的な跡地利用の検討を進めております。具体的な進捗として、普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた取り組みでは、宜野湾市と共同で令和4年7月に全体計画中間取りまとめ第2回を策定しました。現在は普天間飛行場跡地利用計画策定検討会議を設置し、計画を具体化するための取り組みを進めているところであります。県としましては、今後とも課題の把握や情報提供に努めるなど、引き続き関係市町村と緊密に連携を図ってまいります。以上でございます。はい、ですからこのようなお話はちょっと何回も聞いております。もっとですね、具体的な中身のある、もっと現実的な対応をしていただきたい。しかしこれも無理だと思います。だって皆さん自身が当分は返ってこないということが心の片隅に私はあるのではないかと思います。ですから今フィリピンの米軍基地跡地、スービック基地跡地2000ヘクタール、クラーク基地跡地4400ヘクタールが返還後どのような経緯、計画のもと進められてきたかを伺います。ピナツボ火山の噴火とフィリピン上院の基地存続を認める新条約の批准・否決により、クラーク空軍基地は1991年11月に返還され、スービック海軍基地も1992年11月に返還されております。またこれらの基地跡地では重貿易港や国際空港を備えた経済特別区に転換し、税制面での優遇制度を活用するなど、インフラ整備と合わせて跡地利用の推進に取り組まれたものと承知しております。はい、承知したものとしておりますは非常にいいですよ。大事なのは現実的に皆さん現場を見る、どのように進められてきたかを確認して私は生かされるものだと思いますよ。皆さんの担当でこのような跡地利用に関して現場行って確認した今まで部署の職員いらっしゃいますか？30年前ぐらいの話なんですが、職員からの聞き取りによりますと、商工部の職員をメインとしてですね、経済界とともにスービック基地の視察を行った事実があるようです。以上でございます。別に否定しませんよ。30年前のものを今から生かして皆さん町づくりをするんですか？大変ですよ。もう3年一昔ですよ。30年前というのはもう大変ですよ。それをやることでおかしいと私は言いたいんですよ。なぜこのような現象になっているかというと、皆さん自身が、私はさっき基地の返還拒んでいるんじゃないのと、返されるものとは頭にない、返されるものということを一日も早く返したいのであれば、皆さんがこの基地跡地利用、我々はこういうの持ってるんだと、日本政府、米軍にもっと皆さん、当たればいいんですよ。当たる要素も何にもない。だからそれは皆さん、返してほしくないのかなと、私は非常に残念にそういうのを思っております。ですから、本当に返していただきたいんでしたら、やはり跡地利用計画も、現実的に調査をする、計画を組み立てる、そしてやるべきだと思いますよ。ですから、職員ですね、新電力さん、ぜひ派遣してまいねって見てもらう。ヨーロッパと違いがあります。ヨーロッパとの違いは何か、フィリピンとの違いは何か、しっかりですね見てやるべきだと思いますが、これは企画部長ですでしょうかね、予算を組んでやるべきだと思いますが、いかがですか？はい、跡地利用の取り組みについては、構想段階をいち早く、計画段階に移すことが非常に重要だと考えております。
で県としましてはそういうあの事例についての調査についてですね、対応できるか検討してまいりたいと思っております。以上でございます。部長大変ですよ。対応できるかどうか言ったら沖縄県たるもの知事は普天間あ米軍口半分以上返してもらえたと言ってるんですよ。会社で皆さんそこどうするんですか。ペンペンこそ生やすんですか。まあ地図クルスの当たり前のことですよ。それに向けて予算も組めないと大変ですよ。もう一度ご答弁ください。これは当たり前のことですよ。はい、先ほども企画部長から答弁をさせていただきました。沖縄県は普天間飛行場跡地利用計画作成に向けた取り組みで宜野湾市と共同で令和4年7月全体計画の中間取りまとめを策定しております。で現在は普天間飛行場跡地利用計画策定検討会議を設置し計画を具体化するための取り組みを進めているということです。まちづくりはその主体となる市町村と一体となって進めていかなくてはなりません。そして、地主の方々をはじめさまざまなご意見を頂戴しながらより良いその地域の発展につなげていくようにしっかりと取り組んでいるものであります。はい、今の知事の答弁全くやる気がないなと思いません。どのようなまちづくりをしたいかがあって初めて計画をできるんですよ。皆さん山の返還地、市街地の地域、海岸地域の地域、町づくりが根本から違いますよ。それを一色差にすることはおかしいですよ。ですから、ぜひですね、現場を見る、全く違います。そうびっくりだり、くらくらだり。改めてびっくりいたしました。目まぐるしい発展でございます。感覚も違います。従来の町とも、ドイツも違います。そういうのをですね、ぜひ予算を組んで頑張ってください。そしたら返還されても経済的に安定した沖縄の町づくりができるんです。それでも10年着工するまで10年かかったんですよ。今のままで我が沖縄県10年でできないですよ。20年30年かかりますよ。それは許されることではないと思いますよ。ぜひ部長努力してください。ちょっと休憩してください。休憩いたします。